癒しの加護を。それ。行きましょう、みんな。消えてく？よくわからねえけど、助かったのか？ライダール様、これって…ええ、きっと騎士たちが…おそらくは魔力なし。ならよかった。っていうか、ただいま、みんな。シェフィーちゃん。ピッ。あ、シェフィーちゃん。シェフィー様。シェフィー、よかったおかえりなさい、シェフィーちゃん。シェフィー様、私も二度とお会いできないのかと。このバカ、バカ。勝手なことして、さんざ探させて、マジで死んでるかと思ったわよ、ぶっ殺すわよ。ごめんね、ごめんね、みんな。本当にありがとう。私のためにここまでしてくれて。いいんです、いいんですよ、そんなこと。ちゃんとこうして私たちのところに帰ってきてくれたんですから、シェフィーちゃん。本当に良かったですね、皆様。うん、ハッピーブー。うんうん、良かったね、良かったね。ナーナさん、どこか怪我でも？そういうわけじゃないんだけど。ナーナさん、安堵のあまり腰が抜けてしまったようですね。無理もありません。ホーチャン様、先ほどは大変助かりました。あの癒しのご加護のおかげで最後までアラクネと戦うことができました。なんのなんの、私は恩返しをしたまでのこと。しかし今ので貯めていた心力は全て使い果たしてしまったようです。ですが皆さんのところにたどり着くまで力を温存できたのは、ナーナさんが恐怖をこらえアラクネの糸を避けて運んでくれたからです。大変良い働きでした。褒めて使わしますよ。ありがとう。おっと、そうです、アラクネから少しでも力を取り返さなくちゃ。皆さんに私を手伝う権利を。ホーちゃんさん、ちょっとだけ待ってあげてください。今はお兄さんたちやっと念願が叶ったところなんですから。3回
回目のシェフィーちゃんお帰りなさいハグ。今度はケルちゃんもセットです。ういペコリーヌさんたらやり返しちゃうんだからちょ、死ぬ。あんたたち、私をサンドイッチの具だと思ってんじゃん。ギャル様、大変羨ましいです。私たちもシェフィー様にぎゅうぎゅういたしましょう、主様。あこのツンツンとした、そしてひんやりとした翼の感触、紛れもなくシェフィー様でございます。コッコロさんからのなでなで、久しぶりだわ。シェフィーちゃんの太くてちべたい尻尾も久しぶりです。ぎゅー。あ、もうペコリーヌさんってば。ちょ、もう限界。見てください、主様。ギャル様が歓喜の涙を流しておられます。シェフィー様のお戻りを喜ぶお気持ち、私も同じでございます。ちっか。許さぬ、許さぬぞ。せめてあの小僧だけでも。あいつ、まだ動けたなんて。油断しちゃってましたね。それに、ヤマト様、主様をかばうとは。そんなんじゃないさ。ただ、この雲のやつは気に入らなかったし、あんたたちに叩きのめされた借りも返したかったんでね。だから盗賊らしく、あんたたちから奪ってやったのさ。とどめの美味しいところはね。ヤマト様、そのあくまで私たちの印象に過ぎませんが、今回のヤマト様たちはあまりにも普段のヤマト様たちらしくなかったように思います。そうですね。これまでのヤマトさんたちはどんな時だって楽しそうだったのに、今回は。んなことあるか。あんたらにお星様にされるたび腹渡煮えくり返ったもんさ。でも今だってそいつは同じだよ。何度も何度もボコされて、腕は上がらないし、足腰だってガタガタさ。最後の種銭もあの雲にぶち込んじまって、もう戦える力なんてこれっぽっちも残っちゃいない。オケラってやつだよ、降参だ。あんた分かってんの？四世界の代表者に砲撃仕掛けて散々暴れて、降参したって「はいそうですか」ってわけにはいかないわよ。私のことは煮るなり焼くなり好きにしな。ただ一つだけ、妹らの玉だけは見逃したくんな。私の無茶に付き合わされただけだからね、あいつらは。じゃなくって、ありがとう、ザコ兄さん。
っとあんた、バカ言ってんじゃないわよ。こんなんで許されるわけないでしょうが。あのすみません、私たちそのこれまでいろいろとご迷惑をおかけしちゃいましたけど。そうなの？例えば。王家の装備を奪おうとしたり、ワンデーシャーク号でお城を砲撃したり、魔物と戦っているところに乱入したり、温泉で勝負したりとか。改めて考えるととんでもないというか、開いた口が塞がりませんね。すみませんすみません。でもリリさんたちの言う通り、今回のお姉さんがいつもと違うっていうのは私も思ってて、いつも好き勝手する姉さんが誰かの命令に従うだなんて、教えてくれてもいいよね。何があったの、姉さん。紹介します、レディー。彼女がバンディーシスターズの長女、ヤマト。独立した戦力としてこちらへ迎え入れました。よろしく。そこそこ腕は立つようではないか。小雲や糸で傀儡にした魔物だけでは心もとないからな。しかしその目、我に似たものを感じるな。宝の輝きを好む抜け目ない者のそれだ。別に私はそんなつもりは。弁明など聞くつもりはない。我を出し抜こうとしたなら、直ちにお前の妹たちを我が爪で引き裂いてくれようぞ。売れたザクロのごとくにな。やつのあの糸のせいだよ。いつもみたいに運に任せず欲かいちまったせいで絡め取られちまっただけさ。操られてやっちゃったとか言うつもり？あんたらには糸なんかついてなかったけど。たとえどんな理由にせよ、あなたたちを許すわけにはいきません。アネモネ様、人的な被害は最小限に済んだみたいですが、姫がいなければ最初に同士討ちを仕掛けられた時点で全滅していたかもです。この方々にも何やら事情はあったかもしれませんが、ネフィーネラさんもやられてしまったようですしね。ネラさん、なんともはや惜しい方を亡くしたものよの。姫、ご無事ですか？無事などでありせん。菓子一枚よにも耐える我が身が、ものの見事に全身大やけどのありさま、今ようやっと蘇生が叶った次第なの。よかった。ネフィーネラさんが死んじゃってたら、ジオゲヘナも大変なことになっちゃってましたからね。ペコリーヌ姫、騎士殿や皆様も、かような不始末を晒してしまい、誠に愛すみません。それと、モネや、ワッチが死されたと思い心配したかい？してません。いえ、少ししましたけど、不意をつかれたとしたって
ちょっと動きを止められるくらいがせいぜいで、姫が本当に負けるとは思ってませんでしたから。いいな、いいな。あわや負けるところであったよ。お前様らに万一あらば、それすなわちわっちの敗着に他ならぬよ。そういえば、カレイド・フェニックスの暴走した際も、ネフィーネラ様は私たちや臣民の皆様を守るために力を使っておられましたね。得てして攻め入るよりも守りかばう方が敵もの。こたびは先手を打たれ、敵の本陣が分かりかねたのもありまするが、勝てて加えてひとたび失われし小中の玉を再び取り戻すなど、いかにわっちといえど叶う試技にはありんせん。しこうしてシェフィー殿と申されましたの。無事によみがえりを遂げられましたこと、嬉しく思いまする。あ、そのありがとうございます。多分この人は王族か姫、偉い人なのよね。でもなんで肌じゃなくてこんな格好なの？銀の体？鉄？っていうか私以外誰も気にしてないみたいだし、そもそもここってランドセルじゃないみたいだし、後でみんなにいろいろ教えてもらわなくちゃ。姫、ひとまずバンディシスターズの処刑の許可を。うん、主様。たく、首をはねてあがないとするは煉獄の世の定め。なれど騎士殿に壊れたとあらば、これなる賊らのジオゲヘナでの素行においては、騎士殿を守ったこととワッチとシェフィー殿の帰還をもって恩赦といたしんしょう。本当に僕たちのこと許してくれるの？なれど、わっちの預かり知るはここまでに候。ウヌらが他の会にておかせし悪行は、ペコリーヌ姫らに裁きを委ねるなり。ですよね。らしいけど、どうすんの、アホリーヌ。そうですね、ライラエルさんやバイオレットさんの意見も聞かなくちゃです。被害としてはむしろあの二人の方が大きいと思いますし。でもとりあえず料理のお手伝いお願いします。ん？もちろん自由の身ってわけじゃないですよ。でもクリアちゃんから聞きましたけど、若菜ちゃんってお料理得意なんですよね。それは姉さんたちが家事してくれないだけで得意ってほどじゃ。しかもお姫様たち相手のお料理なんて。そんなの気にすんじゃないわよ。つか気にする間もないくらいこき使ってやるんだから。じゃあ僕も。いいさ、飯炊きでも皿洗いでも何でもしてやるよ。負けちまった分は耳揃えて払わなくっちゃね。ですがそれほどに人手を要する大事なお料理なのですか？もちろんでございます。何せシェフィーちゃんお帰りパーティーですから。え？
いつも通りね、ペコリーヌさん。それじゃあ、お言葉に甘えさせてもらっちゃおうかしら。聞きたいこともいっぱいあるし。宴会、歓迎。それなら私たちもお料理いっぱい頑張ります。いいですか、ネフィーネラさん。もちろんであります。もとより会議の後には盛大なる晩餐を執り行う腹積もりでありますれば。ありがとうございます。それじゃあ行きましょう、シェフィーちゃん。皆さん、はい。クモの勝負どころを間違えたようだの。ウヌはワッチを、最も目障りなまぶたの小部下、あるいは真っ先に排除せねばならぬあだと思っていたやもしれぬが、ワッチにしてみればウヌは一番の大事には愛ならぬ。ワッチの一大事はあの愛らしき子らの神明なれば。それが守れるならばウヌをくびるはワッチの手でなくても一向に構わぬなり。かような心持ち、ウヌには百度生まれ変わってもわからぬやもしれぬな。ゲヘナの各地から数々の宝を奪い、これほどのまばゆい輝きを集めても、我が心の闇は一向に晴れる兆しもない。なぜ、なぜだ。何故に我はこのような世界に閉じ込められている。炎と魔物の荒々しく眼見なる大地、チオゲヘナに。そして何故に我はこのような疑念と懊悩を抱く。我はチオゲヘナに生まれ住まうというに。いな、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 いな。我の生まれはチオゲヘナなどではない。我の住まうべきはこのような穴蔵などではない。魔法ではなく学問が極められた世界、数限りない電気の輝きが夜闇の暗がりを薄めた世界。そうだ、あるはずだ。あらねばならぬ。この世界の外のいずこかに我が生まれ育った本当の世界が、偶然に開く空間の穴などではまるで足らぬ。我が極を安全に通すには途方もなく大きな穴を開けねばならぬ。この世界が歪み砕け散っても顧みぬほどの。しかし空間への干渉は我の得手とするところではない。それにそのような目立つ所業を行えば必ずや我の邪魔をしてくるであろうあの黒金の姫が。許せぬ。憎らしや、憎らしや。我は生きているのか。
よかった。退避させるのが間に合ったようですね、レディ。御用聞き。貴様が我を空間跳躍させたか。はい。オンミが消滅したように装うのは少々苦労しましたが。貴様にしては見事な働きではないか。口をしや、我としたことが価値を焦るあまり身を乗り出しすぎてしまった。黒鍋の貴様の弱みはもう把握した。次はこうはゆかぬぞ。貴様の大事な大事な臣民どもは貴様の目の届く外で一人一人捕らえてくれる。御用聞き。貴様にも働いてもらうぞ。お断りします、レディ。何？あなたがプリンセスユースティアナたちを抹殺しランドソルへ渡り世界の管理者を目指すならそれを利用すればよかったけれど、そんな虫の息のありさまとなったあなたに肩入れしても得られるものは何もないでしょう。ならば、何をする？御用聞き。そう、私は御用聞きでしたが、そのロールはもう終わりです。となればこれまでの賃金を清算させていただかなくては。お題は、そうですね、シックスカラミティ2体分の力で結構です。少々傷ありの完全とは呼べない品ですが。貴様、我が蔵からくれてやった宝物の数々では足りぬと申すか。ええ、まああれには品性に欠けたクライアントから命令を受ける精神的な苦痛への手当が含まれていませんでしたから。ああ、大負けに負けてジオーニブルヘルへの出張費は査定に入れないでおきますよ。あの世界ではドラゴン族の少女の魂だけでなく得られるものがとても多かったので。そう、私の叶えたい願いのための、世界を革命するための、ボルペース計画のための。ああ、もう聞こえていませんか。ではさようなら、レディ。永遠に。慣れ親しんだ味、染み渡ります本当に。姫様の無事を伝えるためにジオテオゴニアまでひとっ飛びして、ついでにいろいろ食べ物を持ってきましたから。ささ、シェフィーさんもどうぞ。どうもありがとう。
グローチェさんだったかしら。はい、ライライル様のシバリエのオートマトンのクローチェです。オートマトン、あなたの世界にはそんな種族がいるのね。実はジオテオゴニアでも珍しいんですよ。腕とか取れちゃいますし、ほら。あ、どういう体してるのそれ。ヴァイオレット姫、負けていられませんよ。私たちも外しますか、腕。外しません。グレイスったら。そのことはまだ騎士様とだけの秘密ですからね。ふむ、であればわっちが体を分離させる程度の手詰ま、朝掛けの打賃にあります。張り合わないでください、姫。はしゃぎすぎです。何をか言わんや、モネ。はしゃぎもするというものよ。騎士殿のご家族を取り戻し、こうして宴に招くことができたのだからの。ネフィーネラさんってお呼びしていいのかしら。こちらこそ本当にありがとうございました。国を挙げて協力してくれたってペコリーヌさんたちから聞いたわ。礼になどお呼びませぬよ。ペコリーヌ姫や騎士殿には恩義あり、名役もありまする。なかんぜく、わっち個人としてもお前様のごとき素直で愛らしき子を救い出せたこと、まことに嬉しく思いまするなり。ありがとう。あ、そういえば騎士の人は。彼も今向こうでお礼を言っている最中みたい。私を、その今回は助けてくれた人に。騎士君、私は塔の誉れを通じて D 型検体を守っただけ。大したことはしてないよ。彼女は私と私の中にいたミネルヴァが調整した端末ロスとして、アバターが消えた後でもうまく干渉できるかはわからなかったけど、ごめんなさい。知らないの？ソルの塔には戻っていないのは間違いないけれど、騎士君が望むなら探す方法を考えてみるね。でも違う世界に防御魔法を届けるために随分消耗してしまったわ。もうしばらくの間は休まないと。騎士君の力になりたかったし、それに D 型検体、あのシェフィーという子、彼女が再構築から騎士君たちを逃がしてくれたから、騎士君の記憶がリセットされることもなかった。だから騎士君は再会した時私のことを覚えてくれていた。あの時己を犠牲にした彼女は、そんなつもりはなかっただろうけど、私は感謝している。だから借りを返したかったの。本当はもっとずっとおしゃべりしていたいけれど、もう魔力が尽きてしまうみたい。それじゃあね、騎士君。今のミソラは今の私に前みたいによくしてくれるかわからないけれど、でもまた
話をしてみたい。私も。お兄さんとエリスさんのお話、つい立ち聞きしちゃいましたけど。エリス様、物静かで柔らかな女性という印象でしたね。その生中に信じられません。あの方が私たちを端末にした方で、世界を滅ぼさんとした存在で、しかも人工知能であるとは。そうですね、きっといろいろあったんだろうなって、複雑な気持ちになっちゃいます。ミソラさんに対してもですけど。あれ、そういえばプレシアちゃんは？え、つい先ほどまでこちらでサンドワームの茹で肉を召し上がっていたのですが。どうしたの？あなた、私の顔に何かついてる？プレシアちゃんだったかしら。クローチさんが持ってきてくれたマカロン、美味しいわよ。食べる？追加？あ、おかわりならまだたくさん。うん、姉1名追加。あ、姉って私？うん、ヨロです。あ、うん、よろしくね。って、そうじゃなくて、初対面なのに姉なんて。お兄の妹同士なので。お兄、ひょっとして彼のこと？あ、私は別に妹っていうわけじゃ。あと端末同士なので。シェフィー様、改めまして、アルターメイデンのギルドマスター、リリと申します。同じくクリアです。私たちはこの姿を見てもらうのが早いと思うんですけど。あ、そうだったのね。私も黒い天使のシャドウと戦ったからよく覚えてる。あなたたちも私と同じエリスさんの元端末。あ、それじゃあこのビースト族の子は。兄さんのギルド、レイジレギオンにいたアゾールドってビースト族の人の娘さん？愛縁起縁というのでしょうか。不思議なものですね。かつて助けていただいた兄様のお仲間、しかも端末だった方と、こうして宴の席をご一緒させていただくなんて。はい、シェフィーさんが助かって本当によかったです。お兄さんもずっと内心では張り詰めていましたから。ええ、ありがとう。お、兄様？お兄さん？ひょっとしてやっぱり彼のこと？あ、私たちはその敬意と親愛で兄様とお呼びさせていただいているだけで。シェフィーさん、おいくつですか？14歳？それじゃあこの4人だとリリちゃんが一番上ですね。シェフィーさんもリリちゃんをお姉ちゃんって呼んでいいんですよ。呼ばないでください。あとハッピーちゃん、
なたのペット？珍しいわね、羽の生えてる豚なんて。あと、ギリピッピケ、大きい。あっ、ピキュピキュピュ。おにぎりちゃんもシェフィーさんのことを好きになったみたいですね。あと、はーい、誉れお姉さんです。誉れさん、シェフィーちゃん元気？飲んでる？ノンアルじゃないとダメだぞ。ええ、冷やした炭酸水を。それよりも誉れさん、無事で本当に良かったわ。しかもまた助けてもらっちゃったみたいで。私は今回は裏方しかしてないよ。まだまだ本調子ってわけじゃないからね。まあそれはそれとして、彼とシェフィーちゃんにはお礼にまたたくさんアシスタントしてもらう予定だけど。ええ、任せて。ただ悪いんだけど、すぐには難しいかも。兄さんや他のロストした人たちを助けなくちゃいけないし。うん、分かってる。こっちはいつでも OK だからね。それにシェフィーちゃんのお兄さんが復活したらバトルするのもすっごく楽しそうなんて。え、誉れさん？やだ、冗談冗談で。もう、あ、そういえば、何何？向こうにいるジオテオゴニアのメイドの子たち、ドラゴン族みたいだけど、誉れさん、声をかけないの？もう、ブルムってば、食べ過ぎよ。ペコリーヌさんほどじゃないけど。いや、だって多分この宴会終わったらジオテオゴニアに戻りじゃん。そしたら当分こっちの料理食べられなくなるし、ちょっと食いだめしとこっかなって。とか言って、ここだと給仕のお仕事しないでいいから楽とか思ってるんじゃないでしょうね。もう口元もこんなに汚して。もうほら、拭いてあげるからこっち向いて。はいはい、世話が焼ける妹ですみませんね、お姉さま。あー、うーん、ぶっちゃけしたくな、じゃない、しなくていいかなって。カヤちゃんたちの報告じゃ、あの子たちはギャングの庇護なんていらない幸せな生活をしてるらしいし。それにあんな右も左もわからない頃の原稿を見せたのは一人だけだし、どういうつもりで作っちゃったのかな彼女。嫌がらせ？誉れさん、調べなくっちゃだね、彼女が今どうしてるのか。それにミネルヴァのことも。それじゃあね、シェフィーちゃん、今度遊びに誘っちゃうからよろしくね。あ、あ、行っちゃいましたね。疾風怒涛、まるで嵐のような方でした。まだお礼を言い足りなかったのに、ありがとう、誉れさん。モネや、肩に力を入れることもなかったであろう。この竜族の女性も黒バラの女性も力は底知れず、
なれど聡明であり、また騎士殿のお味方であらば、敵対などはせぬなり。ウヌも成長したとはいえ、まだまだ人を見る目を養わねばのう、もうね。姫が善なるものではないとか言うからです。それに成長なんて別に。大丈夫よ、姉もねさん。ポマレさんはちょっとかなり怪しい人かもしれないけど、悪い人じゃないと思うわ。あなたも騎士の人の仲間だけあってお人よしみたいですね。そうです、これ渡しておきます。これは薬？イヘナオケラソウとかマンドラニンジンとかを使った消化を助ける薬です。他の世界から来た人たちを観察していて最近分かったんですが、ジオゲヘナの食事は慣れない人には刺激が強いみたいで、だから念のため薬を。蘇ってすぐ戦って体調も万全とは言い難いでしょうし、一応。ありがとう。あなたってすごく親切なのね、アネモネさん。そんなことは。あります！シェフィーさん、わかってますね。アネモネさんはすっごく優しくていい子なんです。お花が好きな人に悪い人はいませんから。違います、誤解やめてください。よよよ、あのモネにこれほど多くのご友人ができて、和気あいあいとする様を見られようとは、長生きはするものだの。違いますから、怒りますよ、姫。私の救出のためにお世話になった人にはこれでもう一通り挨拶をさせてもらったかしら。そうですね、あと誰かいたかしら。しながら走ってきてるあの人もアネモネさんたちの仲間なのよね。違います、全然、全く。タロンちゃん、あらあらあら、お元気そうですわね、おたんこのアナさん。私のビューティーな背中に不意打ちかけておきながら、お口からおソース垂らしてオーディナーなんて、いいご身分ですこと。いや、ごめんねごめんね、カノンちゃん。でもでも、カノンちゃんが死んじゃあなくて本当によかった。おなめじゃないですわ、ポンコツウサギが。あなたなんかの斧でこの私様がどうにかなっちまうと思ってるんですの？ありえませんわ、斧とですわ、斧だけに。そんなことよりも、どちらにいらっしゃいますの？私やナーナさんを操ってくれたレディアラクネは、私様の華麗なるマンキコア流毒殺剣術でおぎゃふん、オーマイガーと言わせて差し上げますわ。シックスカラミティがなんぼなもんじゃい、おたま取ったらですわ。もう倒してしまいましたけど。
ですわ。なーにがマクですの、レディー・アラクネですの、シックス・カラミティですの。私様の剣のサビにして差し上げる前に奥たまになさるなんて、こうなりゃやけ食いですわ。じゃんじゃん持ってきなさいな。持ってきたけど、こんなに食べられる？カノンちゃん、うっさいですわね。ナナさん、早くおよこしなさいな。こっちは血が足りてねえんですのよ。主にどこかの落ち脳に問題あるミラージさんのせいで。血の気は十分足りてそうですが、私も食べる、負けない。プレシアちゃんもまだおかわりするの？無理しちゃダメよ。余裕。心配はご無用ですよ、シェフィー様。プレシアさんでしたらまだ腹6分目程度だと思いますので。そうなの？どう考えても胃の容積と食べている量が合わない気がするんだけど。でも考えてみたら、私の身内にもいたわね。お腹のキャパシティがおかしくなっちゃってる人。気がついたらシェフィーちゃんが近くにいなかったもので。もうペコリーヌさんたら、ほんの5分くらいしか離れていないじゃない。でもでも、またシェフィーちゃんが遠くに行っちゃうんじゃって思うと、つい不安になっちゃって。あ、そうです、シェフィーちゃんの尻尾の先を私の右手に結んでおきましょう。左手にはキャルちゃんの尻尾です。いやよ、そんなの。ペコリーヌ様、それでは私と主様が余ってしまいます。もしくは私、主様とシェフィー様がどこかに行ってしまわないように、今度こそ迷子紐を。コッコロさん、まだ諦めてなかったのね、迷子紐。プレシアちゃん、どうしたんですか？あれだけ用意した食事がもう全部なくなってる。ジオテオゴニアからどっさり持ってきたお菓子もなくなっちゃいましたね。どこに行っちゃったんでしょうね。最初はあんなにあったのに。不思議。あんたらがバカすか食うからでしょうが。ペコリーヌ姫やプレシア殿の健康ぶりは実質しておりますれば、そろそろおかわりが来る頃合いであります。持ってきましたよ。どうして僕が肉体労働なんて。ほらよ、うちの妹特製カレーだ。ヤマト様、ありがとうございます。ったく、でかい寸胴5個分も作らせやがって。芋を剥くこっちの気持ちにもなれってのさ。残したら承知しないからね。まあその心配はいりませんが。大丈夫です、カレーは飲み物ですからね。一滴も残しません。ふん、お気楽王女が。へったく、態度のでかい捕虜もいたもんだわ。バンディシスターズ、捕虜になったというのは
本当だったのですね。ああ、一応武装解除と足かせはしてありますし、料理の方も監視付きでやってますので。それにいざとなったら背中に貼ったルーンスレートがポカーンですから。マビー、あれって爆弾魔法だったの？やだやだやだ、取って取って取って。おたおたすんじゃないよ吹雪、こうなったら腹くくりな。どうする？ジオテオゴニアの姫さんよ、私の砲撃をあんたの城にぶち込んでやったこともあったね。そうですね、今回の一件も含め処分を考えなくてはならないでしょう。ふん、ああ、それに私がさっきぶった切ってやったジオニブルヘルの姫さんもいるじゃないか。バラバラにしてやったってのになんで生きてんのかは知らないが、あんたが一言言えば私の首をはねてやり返すことだってできるんだよ。ね、姉さん。確かにあなた方とは遺恨がありますが、姫、どうしますか？その前に、ヤマト様、どうおっしゃいましたか？一つお伺いしたいのですけれど。言っとくが、アラクネやフレイヤのことなんざ大して知らないよ、私は。挑発的な物言いをしながらも、先ほどからずっと、私たちではなく、私なのですね。まるで全ての火が己のみにあるかのように。そういうのは気づいても気づかないふりするのがたしなみってやつだよ。ごめんなさい。それから処罰の件ですが、あなたは私たちを切ったと主張しておりますが、私もグレイスもこの通り傷一つありませんわ。はい、ノーダメです、ノーダメ。バイオレット姫、それでは。はい、バンディシスターズの方々の処置は皆様に委ねます。もしこの場に他のジオニブルヘルの代表者がいたのなら、この結論は下せなかったかもしれませんが、私個人としては命を奪うような贖いなど決して望みません。なぜならば、本来命とは一度失われてしまえばそれきりなのですから。バイオレット様、ずいぶんお優しい判断ですけど、それでいいんですか、ジオニブルヘルのシュバリエ氏。まあ、姫が決めたことなら従うまでですよ。ジオテオゴニアのメイド氏、シェフィー氏のような奇跡はそうそう起きるものではありませんしね。ではジオテオゴニア側もペコリーヌ姫に裁定を委ねようと思います。元来バンディシスターズはアストルムの方からやってきたようですし、捕獲したのも騎士たちですしね。わかりました。無罪放免とはさすがにいきませんが、命についての考えは私もバイオレットさんと同じ気持ちです。ペコリーヌ姫、感謝いたしますわ。これは例によってキャル様パターンでしょうか。こら、コロスケ、私を物差しみたいに言うんじゃないっつーの。うん、ま、いいけどさ、今の私は機嫌いいからね。キャル、ほらシェフィー、あんたももっとしっかり食べときなさいよ。この先また冒険に出ることになるんだからさ。えっと
私たち助かったんでしょうか。やり、ザコお兄さんの仲間だけあってみんなちょろちょろ。あ、さっきも言ったように無罪方面じゃないですよ。当分は檻の中で過ごしてもらうことにはなるかと思います。そんな、キャルさん冒険に出るって言ってましたけど、これからのこと決まってるんですか。あ、またジオテオゴニアに来たりしますか。シェフィーさんにも私たちの世界を案内したいです。ありがとうクローチェさん。でもジオテオゴニアにもまだ行ってないところはたくさんあるし、そうしたいのは山々だけど、私たちには目指さなくてはならない場所があります。それでですね、バイオレットさんに折り入ってお願いしたいことがあって。はい、騎士様から少しだけお話をお伺いしておりますわ。私たちの世界ジオニブルヘルのご案内、慎んでお引き受けしたいと思います。まあ、よろしいのですか、バイオレット様。ありがとうございます。っていうか、あんたいつの間に。はい、さすがは主様です。女性のご友人がまた増えているとは、主様のお知り合いカウンターが鳴り響いてしまいます。でも皆さん、また必ずジオテオグニアにも来てくださいね。もちろんです。クルルちゃんやボルガーノさんたちにもまた会いたいですし。お菓子また食べたいですし。よろしくお願いします。姉貴が寂しんガールなんで。プルム、寂しんガールって何よ。もうでも約束ですよ。気持ちはとてもよくわかりますが、リンド、騎士を困らせてはいけませんよ。私たちはこの宴が終われば国へ帰らなくてはなりません。だから今の貴重な時間を楽しみ、そしてジオゲヘナの方々との親睦も深めさせていただきましょう。無べなるかな、幕の討伐に尽力し我が臣民をお守りくださったジオテオゴニアの皆々様、笑顔にせずにお帰りいただくは姫の名がすたるというものであります。ああ、おだらしありませんわね、ネフィーネラ。あなたのそのプリンセスの座、この豪気かつ気品にあふれまくりな私様が代わって差し上げても構いませんでしてよ。はっ、騒ぎ続きで失念しておったわ。我が宝を盗み、クズ竜権現の封を解いた知れ者にも罰を与えねばなるまいな。私はどうするおつもりなのですの。こっちは怪我人でしたよ、怪我人。祝いの席ならば血生臭い市議は申さぬ。ここは一つ、芸の一つも披露してもらわねばなるまいて。そうさの、そちらのジオテオゴニアのシュバリエ殿や。私ですか。お前様は確かハグを好んでおられましたな。カノンもまた袖すり合うを好むものなれば、ぜひ思い切りハグをしていただけませんかの。わあ、いいんですか。
ローチェ、行きます。何かと思えばその程度ですの。馬ボーンに当てられてずいぶんお甘くなったものですわね、ネフィーネラ。あ、何この子、力強すぎた。カレー美味しい。わあ、本当です。ご家庭の味とジオゲヘナのスパイスが噛み合って思わず走りたくなるくらい美味しいですよ。気に入ってもらえてよかったです。そんなにも美味なのですか。私も一さじくらいなら。やめときましょうね、ライラエル様。他の世界のプリンセスの前でまた打ち回りたくなければ。申し訳ありません、皆様。私の体調が回復するのに時間がかかってしまって。水が合わないというのもありますね。私たちについている霊獣たちもあまり調子が出ないようですし。どうか気になさらないでください、バイオレット様、グレイス様。この期間を使って私たちも修行に励むことができましたので。パワーアップ。多分ネフィーネラさん、王家の装備についての見解教えてくれてありがとうございました。何ほどのことやありけむ。されど夢夢お気をつけくだしゃんせ。身に収めたわけではない力とは、すなわち諸刃の剣なれ。はい、必ず。え、ペコリーヌさん、シェフィーちゃん、ぎゅー。あ、待って、ペコリーヌさん、そんなに強くハグされたらこの間のカノンさん見たくなっちゃうから。それ、お忘れになってくださいませんこと。しかもあの後、ネフィーの命で様々な芸をやらされて。えへへ、カノンちゃんと一緒に玉乗りするの、とっても面白かったよ。うっさいですわね、おたんこウサギさん。あなたなんか、あのバカ力ロボさんたちとご一緒にジオテオゴニアに移住なさったらよろしいんじゃありませんこと。なあ、それもちょっと考えたんだけど。でもナーナのお友達がいるのはジオゲヘナだから、移住とかはしなくていいかなって。ナーナさん、まあ、でも騎士ちゃんたちが呼んでくれたらナーナいつでもついてっちゃうからね。騎士さんたちについていきたいという気持ちは私も同様ですが、奪われた剣能はアラクネを倒しても見つかりませんでした。どうやらチリチリになってしまったみたいで。ああ結局お役立たずですわね、ポーさんったら。カノンさんに言われたくはないと思いますけど。でもですね、少しずつでも力を取り戻していけば
以前のように大空を羽ばたくこともできるはずです。ですからその時こそ騎士さん、あなたに私を連れていく権利差し上げますから。はい。なんだかナーナと違う気が。旅に必要そうな荷物はグルメチェイサー号に積んでおきました。ビゲー、アネモネさん、ありがとうございます。とっても助かります。別に、手配はミーヤさんですし。はあ、大変でしたよ。食料庫が空っぽになるかと思いました。お弁当感謝。アネモネさん、ジオゲヘナでは戦ってばっかりでしたけど、でも次に来るときはもっとお友達らしいことを一緒にしましょうね。お料理とかお花の手入れとか。お友達っていうのはやっぱりよくわかりませんけど、花の世話なら手伝ってくれてもいいです。出れた。出れてません。騎士殿や、大門を果たさんとするさなか、まことに相すみませぬが、これより向かうジオ・ニブルヘルにて妹とカリザボを見かけることあらば、身柄を押さえてくだしゃんさ。ことのついでで構いませんのように、まことに頂上に思いはべり、まったく我が妹ながら呆れた放蕩ぶりであります。さは去りながら、これより向かう地に一筋縄で行かぬ危難が待ち受けていると拝察いたしまするが、必ずや動く死人などではなく、ご無事のお姿のままこのジオゲヘナへ顔を出してくださいますようお願い申し上げまする。騎士殿は、わっちを恩知らずの恥知らずになどしないでくださいますな。エマネビよらず、そうさの、わっちは人でなしでありまするが、けだしや親心とやらに似た心持ちなのやもしれませんが。ジオゲヘナか。最初来た時は恐竜に追い回されるわ、バカほど暑いわで、とんでもないところに来ちゃったと思ったわね。魔物はとっても強くて大変なことも多かったですけど、振り返ってみれば楽しかったですね。温泉も気持ちよかったですし。はい、ご飯もとっても美味しかったです。それに何よりシェフィー様がこうして戻ってきてくださいました。みんな改めてありがとう。また一緒に冒険できる日が来るなんて、私も本当に嬉しいわ。でも私だけ助かってもまだまだ解決とは言えないわ。兄さんやアゾールドさん、たくさんのロストしてしまった人たちを助けに行きましょう。希望見えた。私たちもできるだけのお手伝いをさせていただきますわね、グレイス。ヨーソロー、大船に乗った気持ちでいてください。今頼りにさせていただきます。バイオレット様、グレイス様。ジオ・テオゴニアやジオ・ゲヘナに初めて着いた時は結構ドタバタしちゃいましたけど、今回はスムーズな冒険の始まりになりそうですね。
ピギュ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 。匂い変。気をつけて、何かいる。あ、何あれ、魔物。避けてください、おにぎり様。ピギュピギュピギュ。ナイスです。まだ来ます。あんなにも。はあ、ピギュピギュピギュ65日の四六時中、あんたのドタバタ眺めてチャーしばいてるわけじゃねえの。やることあんのよ、ちっと。でもまあ、助けられてよかったわね、あの子、シェフィーちゃん。ふんと、ニヤニヤしちゃってさ。あんたとしては、まだまだお帰りなさいパーティーとかしたいだろうし、次の世界で他のロストしたプレイヤー助けられそうで、しかもそこのお姫様と仲良くなってるしで、余裕って思ってるかもだけど、本当に大変なのはこっからなんだから。油断してると死ぬわよ、マジで。まあ死ぬかもね。あんた一人きりみたいだし、今。てか、私の方もそろそろ。ああ、こっちの話。そんじゃ、いつも通り。次のジオーニブルヘルだっけ。暗くてひんやりで、ゾンビやら骨っぽいのやらいっぱいで、また大変なとこみたいだけど。
最後の裏世界でも。せいぜい頑張んなさいよ、ヒーロー。しおりちゃん、すみません、取り乱しちゃって。でも、シェフィーちゃんだけじゃなく、この研究棟で眠っている人たち以外でも、世界中に、まだ、あの世界から戻ってこれない人たちがいる。美月さんのおかげで、改めて、自分たちがしなくちゃいけないこと、実感できました。それに、そのための手がかりも。さっきの美月の話じゃ、まずはレジェンド・オブ・アストルムのメインサーバーに使ってた、なんとかモジュールってパーツを見つけなきゃなのよね。開発コード空いているモジュールね。外部ではコアモジュールとも呼んでたけど。空いているって、確か神話の神様の名前だったような。さすがしおりちゃん、読書家なだけはあるわね。ギリシャ神話における迫力の天空神アイテール、科学史的には揮発薬エーテルの語源でもあり、古代では宇宙の虚空に満ちていた神聖な物質とも解釈されていた。インドの神知学では後者の超物質のエーテルとほぼ同一のものをアーカーシャと呼ぶそうよ。有名なアカシックレコードはそこから。美月さん？あなた、それにみんな。何を？私のこと、信じてくれる？え？目標発見！全チーム、研究棟3階 B ブロックに集合しろ。急げ！キャルちゃん家に行く前に会った国際警察の部下の人たち。え？どうしてそんな連中がここに。宵ヶ浜研究員、協力ご苦労。おかげで余計な邪魔の入らない場所で目標を確保することができる。目標って、美月さん、私たちを通報したんですか？裏切りとか最低よ、あんた。バカめ。そもそも宵ヶ浜研究員はウィズダムの職員だったんだ。最初からこちら側だぞ。それに説得も簡単だった。昏睡して動かせない仲間がいたんじゃ仕方ないってやつだろうさ。さあ、おとなしくしろ。他のチームの奴らが来る前に情をかけてやる。ごめんなさい、みんな。それに、あなた、お願い、しおりちゃんをおんぶしてあげて。おい、余計なことをするな。みんな、走って。職員用の非常階段を使えば下の階に出られるわ。美月さん、早く。ここは私に任せて。はい。待て、この待つのはそっちよ。催涙ガス。そんな大したものじゃないわ。揮発性が高いから動きを止める効果は数秒だし。でも
数秒あればスタンガンを取り出して押し当てるくらいはできるってわけ。みんなは言ってくれたみたいね。追いかけたいところだけど、その前に。やれやれ、セブンクラウンズの関係者というのは誰も彼も一筋縄ではいかないな。あなたも少しは催涙ガスを浴びたように見えるけど、平気なの？平気なわけがあるか。目はかゆいし、吐き気がしてたまらない。だが、鍛えてるんだな。痩せ我慢にも限度ってあるでしょ。公務執行妨害だ。捕獲する。宵ヶ浜研究員。ダメよ、女性の服をそんなに乱暴に捕まえちゃ。まったく大した先生だ。白衣の中に針を仕込んでいるとは。悪いわね。研究所ごと監視されている以上、危険な橋を渡ることになるのは分かってたから、いろいろと準備させてもらったわ。あっちだったらもっと派手な魔法も使えたんだけど、今は魔秘毒の隠し針で我慢しておいてちょうだい。ついでにスタンガンも。はい、悪いな。男女平等とはいえ手加減もせずタックルしちまった。電気ショックでも毒でも止まらないなんて、本当にあなた人間。言っただろう、鍛えてるってな。ば、くそ、さすがに答えるな。ロランド捜査官、どうしたね。バイタルが乱れているが。グルーヌイ上級捜査官、すみません、宵ヶ浜研究員は無力化しましたが、目標が。問題ないとも。こちらの尾行ドローンは健在だ。それにユースティアナ元王女たちのところには日本政府から引き抜いた新入りを向かわせているところだ。みつきさん、大丈夫でしょうか。シェフィーちゃんも。くそ、こんなことになるなんて。私のこと信じてくれる？そうですね。あとちょっとで裏口に出られるみたいです。よし、人目につくところに出りゃあいつらだって無茶なことは。悪いが、そうはいかない。走り抜けましょう。ああ、もうしょうがないわね。ここまで来れば。すみません、ずっとおんぶさせちゃって。はい、びっくりしましたけど、なんとか。あれ？あ、ペコリーヌ？ペコリーヌさん？どこに？いたった。
気絶させられちゃったみたいですね。いたた。ここって車の中でしょうか。暗幕が張ってあるみたいで見えないですけど、国際警察の人に捕まっちゃったんでしょうか。あの人やキャルちゃんたち無事だといいんですけど。誰ですか？そこにいるのは。え？あなたは、まさか、まさきさん？皆様、本日もお疲れ様でした。美味しい食事と十分な休息で英気を養いましょう。うまうま。ああ、プレシアちゃん、ソースが垂れちゃいそうよ。汚さないように気をつけてね。シェフィーさんとプレシアちゃん、仲良しになったんですね。一緒に訓練したとは聞きましたけど。私もぜひシェフィー様に指示させていただきたいです。マクとの戦いでは素晴らしいご活躍ぶりでした。とってもかっこよくて私も憧れちゃいました。戦いの中でも冷静で頼もしくて、私たちとそんなに年は離れてないのにすごいなって。そんなに褒めないで。さすがに恥ずかしいわ。なーに、もじもじしてんのよ。あれだけ大活躍したんだもの、どーんと構えてなさい。そうですよ、ご飯だって一番美味しいのを独り占めしていいくらいです。ほらほら、これとかおすすめですよ。ありがとう。じゃあいただいちゃおうかしら。これは巨大な虫でしょうか。前にジャングルで見かけたような。私も皆様を見習い魔物料理に挑んでいますが、正直この類は未だに。シェフィー様、怖がることは何もありません。なでなで。魔物料理はともかく、こちらは少々厳しかったようですね。虫、死んでる、怖くないよ。シェフィー様？ああ、大したことじゃないから大丈夫よ。シェフィーってたまにこんな感じで赤ちゃん見たくなっちゃってさ。ママ、ママ。迷惑をかけたわ、コッコロさん。もう大丈夫よ。落ち着かれたようで何よりです。また何かあれば遠慮せずに私を頼ってくださいまし。死にたい。そんなこと言わないでください。ちょっとびっくりしましたけど、私たちも気にしませんよ。慰めてくれるのは嬉しいけど、やっぱりダメなのよ。だってこのまま赤ちゃん化が治らなかったら大変なことに。大変なこと？何か具体的な懸念があるのでしょうか。それは私、みんなのおかげで戻ってくることができたでしょ。ロストしたまま
永遠のお別れだって覚悟していたのに。だから希望が持てたと思うの。私と同じように兄さんも助けられるかもしれない、また会えるかもしれないって。シェフィーさんのお兄さんって確か。そっか、あなたたちも記憶があるのなら、ゼーンの、私の兄さんのことも知っているのよね。二人ともずっと記憶を失っていたから、ろくに話もできなかったわ。もし再会できたら、話したいことがたくさんあるの。でも、でも、兄さんの前で、赤ちゃんになっちゃったらどうしよう。ただでさえ恥ずかしいのに兄さんに見られるなんて。ああ、それは確かに一大事ですね。きっとドン引きされる。俺の妹が無残な姿にてめえで見られるわ。そんなの耐えられない、生きていけない。お待ちください。赤ちゃんになってしまってもシフィー様はゼーン様にとって大切な妹であるはずです。そうですよ、案外ゼーンさんシェフィーにもこんな頃があったなーってほっこりしてくれるかもしれません。それはそれで辛いのよ。そういうのってアルバムとか見ながらする話でしょ。実物の妹が赤ちゃん化するのは違うでしょ。大丈夫アンバーロ。プレシアちゃん。シェフィー様、己の弱さに打ち勝つには鍛錬あるのみかと思います。百錬成功の精神を身につけ赤ちゃん化を克服しましょう。シェフィーさんとゼーンさんの助けになれるなら私たちだって協力しますよ。遠慮せず頼ってください。みんな、そうね、分かったわ。私も頑張ってみる。胸を張って兄さんに会いに行くために。これは何かしら。風船？ジオゲヘナの植物ですよ。衝撃を与えると膨らんで、ある程度大きくなると。まさに轟音ですね。狩猟でも使われるそうで、確かに身構えていても圧倒されます。ではシェフィー様。イエーコーヘー。あー、シェフィーさんしっかり。今のはただのリハーサルですから、本番はこれからです。ではこれから私がシェフィー様を赤ちゃん扱いいたします。シェフィー様は全力で抗ってください。分かったわ。これを軽く跳ねのけるくらいじゃないと兄さんに会うなんて夢のまた夢だものね。さあシェフィー様、お休みの時間でございます。ポカポカ布団で気持ちよく、ねんねんころり、おころりよ。ちょっとコッコドさん、さすがに私でもこのくらいじゃ赤ちゃんになんて。ママ、シェフィー、お眠なの。私もう、ああもうコロスケやりすぎよ。あんたが本気でママになったらシェフィーだけじゃ済まないわ。今日はお料理を使った訓練です。シェフィーちゃん、まずはこっちのお肉を食べてみてください。これすごく美味しいわ。
肉の中に味がギュッと詰まってる感じで。それでは次にこちらの果物をどうぞ。集落のお子様方にも大人気のデザートだそうです。いただきます。わあ、これもおいしい。それでは因縁の蒸し料理です。ほら、やっぱり蒸し料理は刺激が強すぎるのよ。私だって全力で遠慮したいもの。あれ、今虫が出てくる前に陥落してませんでしたか？ったく手ごわいわね。訓練のはずなのにシェフィーの赤ちゃん化実験みたいになってるじゃない。みんなごめんなさい。私の心が弱いせいで苦労をかけちゃって。しかし赤ちゃん化の条件についても検証が必要かもしれません。問題を正しく把握してこそ対策が立てられます。あの、質問いいですか？そもそもどうして赤ちゃんになっちゃうんです？それはどうしてなのかしら。盲点だったわね。シェフィーが赤ちゃんになるのもう当たり前って思ってたし。私たちと初めて会った時から赤ちゃんでしたからね。原因があるとしたらそれより前になるんでしょうか。確かに、協力してくれるって言うならそのあたりのことも教えてくれそうね。正直言うとまだ受け止めきれてはいないんだけど。でも今はあの人を頼るしかないですよ。原因が分かればもしかしたら赤ちゃん化も治せるかも。それはいいとして、エリスに聞くってどうやるのよ。普通の通信魔法じゃ届かないし、今からあっちの世界に戻るの？得策ではありませんね。ここはやはりあの方に助力を請うのが一番かと。エリスちゃんとお話ししたい？いいよ、手伝ってあげる。私が中継役になれば通信魔法も届くだろうし。誉さんはアラクネとの戦いでも協力してくれたのよね。感謝してもしきれないわ。また頼ってしまうのは心苦しいけど。いいのいいの、大事なアシスタントの頼みだもんね。お互いに積もる話もあるだろうし、この際だからちゃんと話しておいた方がいいと思うな。エリスさん、聞こえる？久しぶりって言えばいいのかしら。 D 型検体 0005B。 いえ、アガトシフナ。こうして話すことになるとは思わなかった。私も同感よ。あなたが私たちに協力してくれるなんて夢にも思わなかったもの。あなたが私と兄さんにしたことを全て許したわけじゃない。でもあなたの助けがあったから私は今こうして生きてる。そのことには礼を言うわ。別に、こちらにも利があったから手を貸しただけ。それで礼を伝えるためにわざわざ通信を？実は大事な話をしたくて。私の赤ちゃん化についてよ。赤ちゃん化？ああ、美食伝関連のログで何度も観測したあれか。検体を通じて騎士君と触れ合えるのは都合が良かったけど、スキンシップとしてはちょっと刺激が強かったな。
単刀直入に聞くわね。どうして赤ちゃん化が起こるの？あなたが私を端末にするために何か細工をしたんじゃないの？細工は確かにしている。でも赤ちゃん化という現象は私の意思によるものではない。あくまでイレギュラー。本来のあなたたちは一般的な種族のアバターを利用していた。私はその魂を特別なドラゴン族のアバターにコンバートした。言うなれば無理に押し込むような形で。赤ちゃん化はおそらくその非常事態に魂が適応する過程で生じた偶発的なバグ。現に兄の方にはそんな症状は現れていなかったでしょう。だったらそのバグを直せばいいのよね。あなたならできるんでしょ？できない。え？どうして？もしかしてまだ力を取り戻せていないから？いいえ、私の力とは無関係。そもそもあなたの魂はすでに今のアバターに適応した形で確立してしまっている。赤ちゃん化というバグも含めて。それを取り除くならあなたの魂を一から作り直すしかない。それはもはや死んで生まれ変わるようなもの。じゃあまさか私の赤ちゃん化は。諦めなさい。赤ちゃん化するという性質も含めて今のあなただから。ああ、そのご愁傷様ね、シフィ。仕方ないわよ、人生こういう時もあるわ。強く生きてください、シェフィーさん。また赤ちゃん化しちゃったら私たちも精一杯支えますから。お世話任せて。預かり光栄です。ですがやはり黒い天使の力を振るう時に比べれば力不足と言わざるを得ません。己に課した使命をやり遂げるため、そして兄様の手助けに報いるためにもさらなる鍛錬を重ねなければ。あらあらあら、誰かと思えば馬ボンとそのお仲間じゃありませんの。カノン様、なぜここに。療養中と聞き及んでおりましたが、お怪我はもう大丈夫なのでしょうか。ふん、見くびらないでくださいな。不意打ちとはいえ弱っちいおたんこウサギにどつかれた程度で、私が深手を負うはずありませんでしょ。カノンさん、もうちょっとゆっくり歩いてください。って、あれ、リリさんにキッさんではありませんか。ホーちゃん様もご健勝で何よりです。本日はお二人揃ってどうなさったのでしょう。それは私様のセリフですわ。ウマボーンさんたちはこんなところで何をなさってらっしゃいますの。まさかそちらも例の魔物を狙って。例の魔物とは。あら、知らないのでしたらお気になさらず。あなた方はそこで思う存分油を売っていなさいな。おー、
では教えて差し上げましょう。実は最近密林で新種の魔物が出没しているんです。私たちはそれを討伐しに来たんですよ。このお焼き鳥、残念鶏頭さん、ナーナさんのみならずあなたまでお口ガバガバなんですの。ライバル増やして私のおみ足を引っ張るおつもりで。ライバルなどではなく協力者なのでは。キッさんたちが手伝ってくれるのなら大変心強いです。あなた方には私たちを援護する権利を。んなもんあげるんじゃねえですわ。最初に申しましたでしょう、この私様がリハビリがてらちょちょいとひねって差し上げると。ですがカノンさん、こうして私を連れてきたではないですか。この偉大にして優雅なる成長の助力が必要だったということですよね。別に戦力としては期待していませんわよ。あなたには魔物をおびき寄せるおとり、いえ生き餌になっていただきますので。そんな理由で聞いてないです。ふん、馬ボーンのスカスカのお味噌で考えることなどお見通しですわ。甘い言葉で私様をたぶらかして獲物を横取りするお魂胆ではありませんこと。ですがカノン様、そもそも私たちはどのような魔物かも知らず。美しい出世。この鳴き声は早々にお出ましのようですわね。お待ちくださいカノン様、今の声は。美しい。出ました、あれが噂の魔物。やはりユキ様。いえ、それにしては危機快快な。もしや魔物がユキ様の顔を真似て。あれ、誰かと思えば君たちか。もしかして美しい僕を見に来たのかい。紛れもなくユキ様ですね。おやおや、僕の美しさに圧倒されちゃってるのかな。もっと見せてあげたいけど、僕はもう行かなきゃ。僕の美しさをこの世界に広めるので忙しいからさ。ちょっとお待ちなさいな。遭遇した者に自らの美しさを見せつけ去っていく、噂通りのちゃんちゃらおかしな習性ですわね。美しいものはより美しいものに倒されるのが世の掟ならば、この私様が美しくエレガントにちゃちゃっと討伐して差し上げましょう。ふーん、でも君じゃ叶わないと思うけどな。僕の美しさにも強さにもね。強さ、それに何よりお美しすぎ。カノンさんがあっさりと。私たちじゃもう勝ち目がないです。リリさんたち、あの魔物と知り合いなんですか。見逃してもらえるようお願いしてください。魔物ではないはずです。すみません、まだ状況に思考が追いついておらず。おや、もしかして僕の美しさがどうやって磨かれたのか知りたいのかな。なら教えてあげようか。僕が辿った美しすぎる足跡をね。僕はしずるさんに連れられてこの世界に来たんだ。でもなんか暑くてムシムシペタペタするし、一刻も早く帰りたくてさ。でもそこからが散々でね。僕は帰りたいって思ってるのに、どこまで行っても帰り道が見つからないんだ。ひどい世界だよ、まったく。ユキ様、もしかして
この世界に来てからずっとジャングルで遭難していたのでしょうか。何、迷っていたのは最初だけさ。美しい僕はすぐに理解したよ。ここがどんな世界でどうすれば生き抜けるかをね。この世界は強さが全て、つまり強さこそが美しさ。僕がこの世界で一番強くなれば、僕は一番美しい存在になれるのさ。なるほど。おい、すみません、どういう理屈なんでしょうか。というわけで僕は強さを追い求めた果てにこの美しい体を手に入れたんだ。やったね。待ってください、一番大事な過程が省かれていませんか。私たちの中でも、私やネフィーネラさんのような強い力の持ち主ならより魔物に近い姿に変身することもできますが、まさかユキさんも。お待ちください。ユキ様は私たちと同じ人間のはずです。尋常でなく高い美意識を持っているだけで、もしやユキ様の美意識があまりに強すぎるゆえに、ジオゲヘナの方々と同じ性質を持ったということなのでしょうか。そうですね。重要なのはユキ様が変貌した理由などではありません。ユキ様、元の世界に帰りましょう。きっとギルドの方々も心配していらっしゃいます。元の世界？悪いけど、あまり興味が持てなくなっちゃったかな。何せこの世界の方がずっと居心地がいいしさ。そんな、ご友人をないがしろにするような物言いを。今のユキ様は強すぎる力に溺れてしまっているのでしょうか。それより君たちも一緒においでよ。君たちの強さと美しさ、僕がもっと引き出してあげるよ。あなたみたいな得体の知れない人の勧誘、この私が受けるはずないでしょ。本当に断るなんてもったいないな。君はそんなに立派な羽を持っているのに、もっと美しくなる素質を感じるよ。立派な羽と、そうですか。変な人ですけど、見る目はあるみたいですね。ほうちゃん様、落ち着いてください。還元に惑わされてはなりません。リリさんだってこの強さが欲しくはないの。この美しい羽ばたき一つでどんな相手もなぎ倒せるよ。君の前に敵はいなくなるだろうね。そこまで強くなれるのですか。私があのような姿になれば、兄様のお役に立ち、末永くお供させていただくことも。申し訳ありません、兄様。私は決して安易に強くなろうなどという怠惰な考えは。ちょっと、どうして邪魔をするんだい。君だって最高に強くて究極に美しい僕を見られて、心が喜びに満ちているはずだろう。おかしいな、君にはちゃんとした神秘眼が備わっているはずだよね。何せ今まで美しい僕の姿をたくさん見続けてきたんだから。ん？それはどういう意味？ユキ様が元に戻られました。そちらのお体は着脱可能なものだったのですね。よかった。強さこそが美しさなんて、やっぱり僕らしくない野蛮な考えだね。きっとこの蒸し暑さで判断が鈍っていたんだ。なんという変わり身の速さ。もしやさっきまでは洗脳魔法などがかかっていたのでしょうか。
いえ、ホーちゃん様。ユキ様は元来、あのように我が道を行くお方かと。むしろ、美しさこそが強さであるべきだよ。ここは、僕の美しさを住民のみんなに広めて、この世界の価値観を美しく塗り替えるしかないね。何はともあれ、ユキ様が正気に戻ったようで幸いです。さあ、一緒に居住区へ戻りましょう。ちょっとお待ちなさいな。あたくし様を文字通り足毛にしておいて、ただで済むと思っていらっしゃいますの？あ、君は大丈夫だった？本当にごめんね。美しさは時に人を傷つけるものだって分かっていたのに、配慮が足りなかったよ。なんですの、その哀れむような目線は。私たちの勝負はまだついていませんわ。今すぐさっきの会長ボディに戻りなさいな。さあさあ。いや、そういう野蛮なのはもうやめておくよ。それより僕、早くお風呂に入りたいな。案内してくれる？たくす様をコケになさって、かくなる上は。なるほど、この料理は悪くないね。コリコリした軟骨が僕の玉のような肌にも良さそうだよ。ちょっと辛いけど。もうすっかり元のユキ様ですね。やはりあの強さは人の身に余る禁忌だったのでしょう。大変です。また新種の魔物が現れました。ジャングルに巨大な怪鳥が。なんと、また怪鳥ですか。ユキ様はこうしてこちらにいらっしゃるのに。はい、ユキさんとは別の魔物です。うわと高らかに泣き、あたくし様の美しさをご覧あそばせと襲いかかってくるそうです。それはまさか。やれやれ、僕の美しさに惑わされてしまったようだね。なら僕が責任を持って正しい美しさというものを分からせてあげないと。ライド、はじめに。ビビットベッドマクリアエルシー、もう一人ミラーインダークライアメルヘンダ、目覚めの時フィオレフェ。ビビットベッドマクリアエルシー、もう一人ミラーインダメルヘンダンクステー。ビビッタビ、目覚めの時フィオレフェリチータメルヘン、マクリアエルシュ、マクリアエルシュ、もう一人ミラーインダ、ビビッタビジャメルヘンダ、目覚めの時フィオレフェリチータ、もう一人ミラーインダ、マクリアエルシュ、ビビッタビジャメルヘンダ、目覚めの時フィオレフェリチータ、もう一人ミラーインダ、マクリアエルシア、ビビッタビジャラメルヘンダ、目覚めの時フィオレフェリチータ、もう一人ミラーインダ、ビビッタビジャラマクリアエルシア、ビビッタビジャラメルヘンダ、もう一人ミラーインダ、目覚めの時フィオレフェリチータ、マクリアエルシア、マクリアエルシア、メルヘンダ、ビビッタビジャラミラーインダ、目覚めの時フィオレフェリア、マクリアエルシア、メルヘンダ、もう一人ミラーインダ、ビビッタビジャラ、目覚めの時フィオレフェリア、マクリアエルシア。イブ東海やったわ。